あら、もうこんな時間、柔軟に時間をかけすぎたかしら。だけど、疲れはしっかりほぐしておかないと、明日に響くものね。よし、お水を飲んだら休みましょう。みんな寝てるだろうから、そーっと。気がつけば、浦島は亀の前に飛び出しておりました。 考えるより体が動いたへええまさしくそんな感じですなゆゆ子ちゃんえったまお先輩なぜこんな時間にえええっとこれははあ、えっといやー浦島太郎の夢を見てましたえ うなされて寝言を言っていた気がしますがうるさかったですね寝言そんなさっきのはナレーションの練習じゃ寝言ですそう大丈夫よ全然うるさくなかったわ綺麗な抑揚がついていて耳に心地いい語りだったい,いえその寝言なんですが あ,ありがとうございますだけどちょっと待っててねえっ玉緒先輩はいできたわどうぞこの甘酸っぱい香り蜂蜜レモンですか当たり寝言で喉が枯れないようにね良よければこれで少し休めてあげて ありがとうございます。寮、はあ、薬は口に逃がしと言いますがこれは喉にいい上に美味しい完璧ですなぁ <laughs> よかったこれを飲んだらちゃんと休んでねって言いたいけどそうですねもうちょっとここで寝ていきます 皆さんしっかり仕事を仕上げてきてくれてますから私だけが後れを取るわけにはいきませんそう言うと思っただけどあまり無理しないでねはい玉雄先輩もうんありがとうそれじゃあおやすみなさいおやすみなさいませ はあ、ゆっくり休めた昨日しっかり体をほぐしたのが良かったのかしらいつもより早く目が覚めちゃったはいそこで程いい目をは <laughs> ええゆゆこちゃんまさか朝まではぁはあ。<笑><笑> うん、本当に寝てる昨日限界まで練習しちゃったのね <laughs> 無理はしないでって言ったのにだけどそうよね昨日のゆゆ子ちゃんの言葉皆さんしっかり仕事を仕上げてきてくれてますから私だけが遅れを取るわけにはいきません 自分のために練習を重ねること。それが一番みんなと作る舞台のためになる。私もゆゆこちゃんみたいに1分1秒でも長く練習しなきゃ。ふーい、最後にもう一回。だけど、ゆゆこちゃんは少し頑張りすぎね。このままじゃ体も冷えちゃうわ。 そうだ、私のブランケットは。うん、これでいいわ。みんなが起きてくるまで時間はあるから、今はゆっくり休んでね。みんな、本当にごめんなさい。大道具の搬入なんて大変なことをお任せしちゃうなんて。どうして玉尾が謝るのよ。そうですよ。むしろこちらが謝らないと。 そうそう。学校への課外活動の申請と説明なんて、あたしだったら一秒で寝ちゃうような作業だもん。はい。考えただけで面倒そうであくびが。はあ、本当に玉尾先輩お一人で大丈夫ですそこは任せて。みんなと一緒に作った計画説明書もあるから、 先生方への説明が済んだらすぐにそっちに向かうわね。大丈夫。私たちだけでもちゃんとできるから。あなたはむしろ少し休憩してなさい。最近練習ばかりで全然休んでないんだから。そうそう。合流するのはこの量でってことで。それじゃあまた後でね。ええ、後でね。 みんなごめんなさい。思ったより長引いちゃって。あら誰もいない。まだ誰も帰ってきていないみたいね。搬入に思ったより時間がかかっているのかしら。フミに電話して聞いてみないと。あ、もしもし、フミもしもし、タマおお疲れ様。ええ、そちらもお疲れ様。 無事に計画説明書に承認が降りたわ。これで問題なく公演できる。あ、今電話しても大丈夫だった問題ないわ。こっちも無事に。あら、もうこんな時間じゃない。ごめんなさい。バタバタして時計を見てなかったわ。心配かけちゃったわね。搬入は終わったんだけれど、 楽屋や出入り口の確認なんかしてたら遅くなっちゃってはあお腹すいたどこかでちょいと買い食いでもして帰りましょうか <laughs> 夕飯の時間も近いというのにお主も悪いよのうダメですよ玉緒先輩だって待ってくださってるのにその玉にお土産買うの <laughs> どうどうこらあんたたちは門限があるでしょ寄り道してる暇なんてないわよごめんね玉オ。必ず門限までには返すからいいのよこんな時間だものお腹がすくのは仕方ないわあそうだ何どうしたのえー、っとみはこのあと予定ある私 いいえ今日はバイトも入れていないしまっすぐ帰るつもりだったけどそれなら少し寮に寄っていかないええ別に構わないわよ一恵たちが寄り道しないよう見張りも必要だろうし <laughs> それじゃあみんなのことよろしくねまた後でええ また後でさあみんなが帰ってくるまでに急いで準備しないとたったいまただいま戻りましたただいま玉緒あら何かいい匂いがうんこれは <laughs> 削りたての鰹節で作る金色のお出汁の香りですなクン 確かに玉緒先輩のご飯の香りみんなお帰りなさいもしかしなくてもご飯作ってくれてたの玉緒も疲れてるのにありがとううんうんすぐに用意できるようなありあわせのものばかりだけれどそんなどう見てもごちそうですよ竜宮城での宴を思い出します るいちゃんたら、大げさなんだから。ふみが言ってたみたいに、確かに最近は少し根を詰めすぎていたから、私もリフレッシュができてちょうどよかったわ。さあ、もうすぐ炊き込みご飯ができるから、みんな手を洗ってきてね。はーい,はーい嬉しいことしてくれるじゃない 少しでも、英気を養ってもらいたくて。たっぷり食べて、たっぷり休んだら、また明日からいい舞台を作るために、一生懸命頑張れるでしょう <laughs> 乙姫様、じきじきに開いてくれた宴ってわけね。美味しくいただかせてもらうわ。ええ。いっぱい作ったから、たくさんお代わりしてね。 ブシロードゲームズ